ありがとうございます。私は野田さんの人柄にすごく惚れて、動物ラフォンテに決めさせていただきました。今でもとても心に残ってて、いい思い出になってます。本当に感謝しています。野田さんに出会えたこと、すごく嬉しいです。ありがとうございます。終わり。はい。あ、もうちょっとしゃべって。そうだ。式場を決めるときは、あんまり妻に協力的じゃなかったんですけど、どうしても本当に気に入ったところがあると。で、会ってもらいたい、その、プランナーの人がいるからということで、会いに行きました。一発で僕も惚れちゃいますので、すごく本当に決めてよかったなと思います。呼んでいただいてありがとうございます。野田さんの活躍、これからも応援しています。頑張ってください。妙な縁から、お付き合いさせてもらってる吉野です。幼稚園小学校と一緒で、まさかここに来て結婚式をあなたのところで挙げさせていただくとは思いませんでした。今後もこのご縁をよろしくお願いします。また一緒にお茶しましょう。まだできてないけど一緒にお茶しましょう。これからもよろしくお願いします。バイバイ。あの時はせーのありがとうございました。はい、本日はお招きいただきありがとうございます。4月29日に目黒区役所でご出席させていただいた際にいろいろお世話になりまして、ありがとうございます。でこれから、きっとこの後もいろいろ呼んでいただいたら楽しく過ごせるんじゃないかなと思いますので、また今後もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。まさかこんな素敵なパーティーに呼んでいただけると思いませんでした。今日は楽しませていただきました。どうもありがとうございました。あ、野田さんおめでとうございます。まあ、そこ狭いマンションだちょっと、2月25日の式本当に楽しみにしておりますのでよろしくお願いします。またゴルフ一緒に行きましょう。おめでとうございます。なのみさんと一緒にここまで来れたことを幸せに思ってます。これからも家族のためよろしくお願いします。家族とほども、これからも、まなみさんと一緒に、過ごしていきたいと思ってますので、これからも、いろいろ、笑いも泣きも一緒に共有して、いい時間を過ごしたいと思います。よろしくお願いします。野田さん、ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。一緒に食事でも行けたら嬉しいですね。野田さん、ラブ。野田さん、今日おめでとうございます。7月17日に、理事会でお世話になりました高橋慎也と。お呼びいただいてありがとうございます。すごくみんな和気あいあいとされてて、野田さんの愛をたくさん感じます。本当にあの二次会でいろいろとお世話になりまして、本当にありがとうございました。めちゃめちゃ野田さんに頼んで本当に良かったって話を2人でしてます。またこれ
これからもいろいろとこういった会にぜひお呼ばれされたいと思ってますんで、よろしくお願いします。ぜひ今度一緒にお食事に行きましょう。よろしくお願いします。おめでとうございます。今日はこんな素敵なパーティーになったので、ありがとうございます。我々10年前に結婚したんで、かなりこの中だとベテランになってます。今結婚された方も、まあ、雰囲気としてはみんな昔と同じで安心しました。今後もですね、素敵な結婚式を挙げて、一人でも多くの幸せなカップルを踏み出してあげてください。神さん、いつもお世話になっています。どうぞ復活を待っています。これからもよろしくお願いします。野田さん、野田さん、今日呼んでくれてどうもありがとうございます。私たちの結婚式はいろいろ注文が特に多かったと思います。いろいろやりたくないこととか、こだわりがすごい強くて、いっぱい話し合いをした結果、何もなくなったりとかいろいろあったと思いますけど、本当にいい思い出に残ることができました。ありがとうございました。ありがとうございました。これからも頑張ってください。真由美さん、お久しぶりです。私たち夫婦は結婚10年になりました。10年前、神戸チェラフォンテで結婚式を挙げた時のことを今でも覚えてます。真由美さんのあの時の優しそうな笑顔を今でも忘れません。これからも活躍応援してます。いつもありがとうございます。Facebook でもつながることができて、今日こうして呼んでいただけて本当に感謝しています。マダムとまたどこかでマダムと3人で朝日ちゃん、野田美さんと皆さんみんなでなんか食事とかできたらいいなと思います。ありがとうございます。これからも頑張ってください。もう一人増える予定なので、まなみさんのおかげだと思います。なんかこんなんなっちゃってます。大丈夫？これからもなんかいろいろ幸せなカップルの幸せをいっぱい届けていただけたらと思います。頑張ってください。応援してます。野田さん、こんにちは。今日はお招きありがとうございます。あの時お腹にいた子がこんなに大きくなりました。マリカです。座りの中に準備をするのがすごく大変だったんですが、野田さんのサポートでいいお席が迎えられたと思います。普通は結婚式の後に野田さんに届けまいできるしかないと思うんですが、野田さんのご活躍によってこういう場を作っていただき幸運を持っております。これからもご活躍を応援しております。結婚式の時はお世話になりました。お世話になりました。とても良い結婚式で開くことができて嬉しく思っています。私も人生で一緒に残る挙式披露宴を一緒に作っていただきまして、今も時々思い出してはアルバムを見ております。本当にありがとうございます。また一緒にご飯食べにしましょうね。野田さん、これからよろしくお願いします。
野田さん、ありがとうございました。これからも頑張ってください。今日はこんな素敵なパーティーにお呼びいただいてありがとうございます。結婚式、最初に依頼した時は本当に結婚式のためっていう形だと思ってたんですけど、その後もちょっとこうやってお付き合いできてすごいありがたいなと思っています。あとなんかその紹介したカップルも担当していただいたりして、これからも広がっていくのかなと思ってすごい楽しみです。なんですかね、一生の思い出に残る結婚式できたんで本当に良かったな、いい経験できたなと思ってます。本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いします。お願いします。またこの子がお世話になる時が来るかもしれないですけど、その時はよろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。2人でまだ仲良く暮らしていて、野田さんの話題もよく出てます。あと何人でもまたお店じゃない場所を変えられて新規一転だと思うので、今日本当に呼んでいただいてありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。野田さん、その説は大変お世話になりました。また辻堂に遊びに来てください。遊びに来てください。野田さん、ありがとうございます。野田さんのおかげでいろいろわからないことがいろいろ提案してもらえて安心して、来年の式に向けて準備ができているのがすごく頼もしいです。式までもう少しですけど、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。野田さん、今日は呼んでいただいてありがとうございます。素敵なパーティーで、出会って1ヶ月ぐらいですけど、すでにまだ式も終わってませんが、野田さんでよかったなって思っております。素敵な会にできるように頑張ります。よろしくお願いします。野田さん、今日は素敵な会をありがとうございました。沖縄に遊びに来てくださいね。待ってます。こんばんは。野田さん、今日は素敵な一日ありがとうございました。皆さんとお会いできてあの時が思い出しました。ぜひお体に気をつけてご活躍をお願いしています。頑張ってください。フェイスブックの友達申請承認してください。お願いします。ありがとうございました。なんか毎回打ち合わせですごく楽しかったこと今でも覚えています。本当に毎回楽しく3人で盛り上がったのが思い出深くて、野田さんの力を借りながら作り上げた結婚式をしたことが、なんだか自分の人生の誇りになっています。あれができたから何か前に進めるような気がしています。長いけど、あとは野田さん、正直私たちの野田さんだと思ってたけど、みんなのみんなにとっても野田さんで、ちょっとジェラシーを感じつつ、でもやっぱりみんなを幸せに導いてくれている野田さんを見て、なんか私もなんていうか、やっぱりなんていうかね、人の役に立ちたいなって思いました。なるほど。そう。はい。
いいと思います。はい、自分も、野田さんに、結婚式のプロデュースをお願いして、いろいろ長い手紙じゃないけれども、思いをこうインタビューに答えて書いて送って、でどんなプランが来るのかなと思ってきたプランが本当にすごい共感できるプランだったので、野田さんと一緒に悪巧みをしようと、面白い結婚式にしてみんなを驚かせてやろうという、その仲間意識みたいなものがすごくそこで生まれました。だからその野田さんが呼んできてくれたいろんなスタッフの人もみんなそのそこに巻き込んで、僕らなりの式ができるんだろうなっていうことがすごくそこで思えたので、その一番のそのリーダーに野田さんが言ってくれたことは自分にとってすごい心強かったし、式の時もとてもうまくいったのは野田さんのおかげだと思います。たくさんのカップルを幸せにして野田さんを見て、その先輩カップルのおかげで自分の素晴らしい式があったんだなっていう思いも強く感じたので、今日お招きいただいて本当に感謝しています。ありがとうございました。オールユーニードイズラブラブ野田さん、今日は、素敵な会にお招きいただきありがとうございます。野田さんは本当に危なかしいところもあるけど、とってもキュートで、そして、ここぞという時に本当に頼りになってくれてなと思います。これからも、友人として、野田さん、今年は結構大きな病気になってしまったんですけども、一緒に心配してくれて、いろいろ退院のことのお祝いとかですね、やってもらってですね、すごく心強かったですね。おかげさまで無事退院できて、で今日の日来られて、すごくいろんな皆さんの幸せなメッセージを聞けてですね、私も泣いてしまいました。でまたこれからもですね、またいろいろ一緒に楽しんでいったりできたらと思いますので、待ちましょう。今日はありがとうございました。野田さんのおかげで今でも、思い出に残るウェディングの写真時々見返してます。またこういう風に同窓会やっていただけるとすごく嬉しいので、楽しみにしています。野田さん、ありがとうございます。